皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の伝の和風です。いつも私の YouTube をご覧いただいてありがとうございます。今日は特別に12月の16日から23日まで大阪の池田呉服座である130周年企画についてご紹介させていただきます。私が池田呉服座の若社長と組んで企画をさせていただいてます。この3つの企画、クリプト忍者座ステージ、そして外国人落語家による二人会、最後に女性講談師による講談会の3つの演目からなってます。それぞれ特徴があって、歌舞伎好きの私が企画しましたんで説明します。まず1つ目のクリプト忍者座ステージ、今月12月の歌舞伎座、初音ミクと中村獅童さんのこの超歌舞伎、これで盛り上がりました。そして幕張メッセで超歌舞伎を見たり、あとは新橋演舞場で、刀剣乱舞、刀ラブを見たりして、私もそのような面白い歌舞伎のような舞台を作りたくなりました。もっと敷居が低くて、子どもたちでも楽しめるようなものということで、このクリプト忍者ザステージを企画しました。 NFT という新しい技術、 Web3 の技術から生まれたクリプト忍者という忍者たちが、実際に秋社長率いるソフェアーロさんのパフォーマーたちによって芝居をします。ソフェアーロさんたちはジャグリングや手品の、日本の手品のワズマ、そしてパントマイム、そういうもので日本トップクラス、そしてアジアや世界でも賞を取っている方もおられます。そういうパフォーマーが忍者の忍術を使うということで、楽しみな舞台です。おそらく NFT 初、そしてそれが今忍ばない忍者サクヤというアニメになってますし、それが舞台化されるという例、ケースは世界で初めてだと思います。いや、本当家族でも、小学生以下は無料ですんで、家族でも楽しめる舞台となってますので、ぜひお越しください。あとこの舞台クリプト忍者ザステージにはアーカイブ配信もやります。実験的な舞台なんで、皆さんに見ていただけるように後日配信します。アーカイブ配信もあります。そして、なかなか舞台に触れる機会のない、母子家庭、片親家庭の皆さんも招待したいと思ってます。そういうアーカイブ配信や、招待のチケットはクラウドファンディングで、募集しています。ぜひそちらもご覧になってよろしければ応援ください。そして2つ目、これは歌舞伎に関係するのは、12月23日この極道南さん、南霊さんの講談会です。この12月、俵星現場、八正六さんの俵星現場、いい話でしたね。でも実はそれは講談が元になってます。南春夫さんの演歌でも有名ですけども、講談が元になってます。その講談でまさに俵星現場を聞こうというタイムリーな企画です。そしてもう一演目は、これは江戸時代の歌右衛門、歌舞伎役者の話で、男の花道です。おまけでクリスマスなんで、NHK の鉄道型選手権にも出てるメーテルも出てくると。実は極道南霊さんが演じてるそうです。なんていうクリスマスのプレゼントもついた、でも歌舞伎演目を講談で元の話を聞こうという企画なんで、ぜひ歌舞伎ファンの皆様、大阪におられる方をお越しください。関西の方をお越しください。で、3つ目、これは12月21日22日鎌倉でもやってるスウェーデン人落語家の三遊亭好青年さん、そして上方大阪の桂福流さん、カナダ人の落語家さん、2人ともプロです。プロの落語家さん2人の二人会です。
プロの落語家2人の二人会、まあ、今回英語落語も金曜日の夜18時半からやりますので、これは世界初日本初の企画です。日本語でも木曜日の15時、そして金曜日の13時半やります、まあ、日本語で最初に対談があります。対談は世界から見た落語とは日本文化とはという、まあ、比較文化論、アメリカ大陸、ヨーロッパ大陸、そして日本でという3つの大陸を股にかけたトークになる予定です、まあ、その後木曜日の21日はスウェーデンのクリスマスの話を元にした落語もやります。ということで、ぜひこれ英語、あと英語落語、これこの間鎌倉でやったんですけども、本当に中学生以上の生の英語に触れる勉強にぴったりです。ぜひ英語を学んでいる方、そして思い出したい方、金曜日夜の英語落語にもお越しください。ということで、大阪の池田呉服座130周年ということで、まあ、今回歌舞伎 YouTuber の私が企画をさせていただきました、まあ、かなりそれぞれユニークですけども、新しいものも好きなあなたにお届けしたいです、それではまた一緒に歌舞伎を楽しみましょう。それではまた。